総務省は生成 AI の普及に伴いデジタル空間におけるフェイク映像などの偽情報やサイバー攻撃に対する具体的な対策の検討に乗り出しました今日の初会合ではおよそ20人の有識者が集まりデジタル空間における健全性の確保について意見を交わしました。 チャット GPT など生成 AI が普及していく中で有識者からはこうした技術を取り入れたコンテンツが急激に増える一方フェイク動画をはじめ多くの偽情報を含んでいることが指摘されました加えてサイバー攻撃など悪意ある外部の攻撃に対する安全保障についても早急に対策をまとめるべきだとしています。 会議では今後有識者のヒアリングを進め来年7月をめどに取りまとめるということです。